のせ電鉄妙見線。妙見線は、兵庫県川西市の川西の瀬口駅から、大阪府豊野郡豊野町の妙見口駅までを結ぶ、のせ電鉄の鉄道路線である。のせ電鉄が、資本的に、阪急電鉄とのつながりが強いこともあって、実質的に、阪急宝塚本線の支線のような扱いとなっているが、阪急各線とは異なり山岳路線的な性格を持ち、 トンネルも多い。本来は、妙見山の乗せ妙見道への参拝客を当て込んで建設された路線であり、線形の悪い山あいの路線を炭鉱の小型車が行き交うようなローカル色の強い路線であったが、沿線人口の増大に伴い路線改良の必要に迫られ、大改造の末に現在のようなニュータウン路線へと変貌を遂げた権威を持つ。現在では、 野瀬みょ道堂の参拝客よりも通勤・通学客の利用が主となっている。野瀬みょ道堂へは終点のみょ口駅でみょの森ケーブルに乗り換えとなる。ただし、みょ口駅からみょの森ケーブルの黒川駅までは若干の距離がある。日中はみょ口駅発着の普通列車と日清線の日清中央駅発着の普通列車を10分おきに、 運転し、それぞれ日清中央駅発着、病見口駅発着のシャトル列車と山下駅で接続させることによって、船内前線で10分ヘッドのダイヤを維持している。優等列車では、平日朝夕に、阪急宝塚線直通の特急、日清エクスプレスが、日清中央、川西の瀬口阪急梅田間に運転されている。日清エクスプレスが、 阪急から譲渡された自社の6000系 6002F のほか、阪急の6000系、8000系、1000系による8両編成で運転され、それ以外は自社車両のみを使用し、川西の瀬口発着列車はすべて4両編成で運転されるほか、山下三容県口間で運転される、区間列車については2両編成も使用される。日清エクスプレス運転開始前は六両編成の 列車も存在した。列車は日清エクスプレスを除きすべてワンマン運転である。阪急線では廃止された土曜ダイヤを現在も使用している。2017年3月のダイヤ改正で廃止された日清急行は土曜ダイヤのみの運転であった。川西村の中里清吉は、妙見山の野瀬妙見堂への参拝客輸送と、野瀬の特産である産城酒、米、 寒天と三黒、黒氏、栗、炭の輸送を目的として、乗せ電気機,機動株式会社を設立、半角鉄道池田駅、現在の JR 福知山線、川西池田駅から、現在の市の鳥駅付近に至る鉄道を、請願した。しかし、半角鉄道池田駅を起点にすることは認められず、小花、村あ大畑三十番父先、 現在の稲川西岸の阪急が交差するあたりへの変更を経て、現在の場所に定められた。これにより、半角鉄道との連絡は不可能となったため、当時建設中だった美濃尾有馬電機鉄道、現在の阪急宝塚線と連絡させる目的で、期間も 1067mm から 1435mm に変更して建設することとなった。これに前後して、 1912年には、吉川村、現在の豊野町までの路線も生岸している。工事の認可は1910年に降りていたが、車内のトラブルなどにより建設は遅れた。1913年になってようやく、野瀬口、現在の川西の瀬口一の鳥居館が開業し、旅客と貨物の輸送を開始、貨物は当時沿線で製造されていた。 帝国高専の三谷サイダーが主であった。しかし、工事費用などの負債がかさみ、乗せ電気は1914年に破産してしまう。次に開業した区間は、会社再建の一環として、貨物の増収を図るために建設した乗せ口、池田駅前館で、その3分の2が荷車によって乗せ口駅から幹線、池田駅に運ばれていた、三谷サイダーの湯を鉄道に振り返ることが目的だった。 一ノ鳥居苗剣、現在の苗剣口間の建設は着工が困難であったため先送りされていたが、その代替として同区間で行っていた乗り合い自動車事業の失敗によ着工せざるを得なくなり、半急の資本参加などにより資本金を増資して1923年に開業。これによりようやく全線開業にこぎつけた。このようにして建設された路線には、 半径100メートル以内のカーブが52カ所も存在した。一部のカーブは曲線が急すぎて連結運転も不可能なほどで、このためにラッシュ時などには続行運転をして対していた。戦後までこのままで推移したが連結運転を行って人件費を抑制するために1957年に半急から10系、20系、元、 神経ファン P-4P-5K を導入し、その際に半径30メートル以内の曲線を改良。1964年にも 320K 導入に備えて最小限の線形改良を行った。1960年代に入ると沿線の宅地開発が進み、輸送力の増強が市場課題となった。1966年には前日の320。 ガタを導入し、1967年には、第一期伏線化工事となる川西の瀬口から、うぐいすの森間の伏線化を完了。第二期伏線化工事となる、うぐいすの森平野間では、鈴み滝、ただまの併用軌道が解消され、軌道法から地方鉄道法に適用対象を変更して、車体長や最高速度の制限を解除することが可能となった。続いて、 日清ニュータウンの開発に伴って、平野、山下間を複線化する必要が生じた。ひとまず交通量の増加している国道173号の拡幅を目的として、塩川信号九1965年廃止から、あぜや間で線路の付け替えと複線化の下地作りが図られることとなり、1973年に完成。1977年には、平野、 山下間の伏線化が完成した。同じ年には、高風大団地の開発に伴い、高風大駅の新設と駅付近の曲線改良も完成している。1983年には初めて大型車1 5 0 0系を導入し、この際にトンネル断面の不足する笹部水道は、笹部第一道に付け替えられた。さらに、1997年には、 阪急宝塚線に乗り入れる特急、日清エクスプレスが新設され、大阪の都心まで特急が直通するようになり、現在に至る。かつては、川西の瀬口駅から国鉄川西池田駅前にある、川西国鉄前駅まで、野瀬電鉄の路線が伸びていた。両駅の間は、徒歩で連絡できる範囲にあるため、野瀬電鉄の当該区間も七百四十四メートルに、過ぎなかったが、 線路の付け替えを除けば、乗せ電鉄で唯一の廃止区間となっている。歴史説で解説したように、三ツサイダーをはじめとする貨物輸送を目的として開業し、一時は同区間の収入が全体の収入の20%を占め、苦境に立たされていた乗せ電機の経営を支えていたこともある。しかし、昭和に入ると貨物輸送は次第にトラックに置き換えられ、 戦後には全廃された。また、池田駅前から、妙見駅までの全線を通しで運転する旅客列車も1955年には朝夕のみとなり、1959年には全廃。以降、川西国鉄前駅、川西の瀬口駅間は、同区間での折り返し運転のみとなり、完全な盲腸線と化した。車両は、本線の車両大型回向も小型車が使用され、 1959年から1966年までは 31K31.32。1966年から廃線までは 50K51 と 60K61 が専用車両として当てがわれた。ただし、末期においては61は予備車扱いで、もっぱら51が使用されていた。当時は連絡する国鉄福知山線の本数も少なく利用像の見込めない。 当該区間は、九百七十五年二月以降は、朝三往復、夕2往復にまで減便され、日祝日はさらに朝一往復減便。川西の瀬口駅付近の駅前再開発や、連続立体化事業に伴って九百八十一年に廃止となった。廃線後は、住宅地や駅前広場などに消え、その痕跡を認めることは難しいが、川西の瀬口駅前には、 廃止を記念したモニュメントなどが設置され、かろうじて鉄道が走っていたことが伺い知れる。かつて、のせ口、現、川西の瀬口から阪急伊丹線伊丹駅までの延長計画が存在した。1922年、大正11年12月に、のせ電機は同区間の免許を申請。兵庫県側は難色を示したが、政府は翌年6月に免許をカ付し、 これを受けて、乗せ電気は測量、設計に手をつけ、1924年4月に、軌道工事試行認可申請を提出した。しかし、兵庫県は、延長部分と県道との交差部が、県の指示に沿ったものでないとして、この申請書を、県のもとに12年間もの間留め置いた。1935年4月に、県はようやく申請書を鉄道大臣を呼び、 内務大臣に通達するが、認可されるはずもなく、翌年4月には却下された。戦後の1956年、昭和31年に、延長計画は再び取り沙てされるが、建設予定地の市街地化が進み、もはや用地取得は困難になっていたため、1958年、昭和33年に、延長の計画は、正式に断念された。なお、この他に、 吉川、妙見口駅から、妙見工作鉄道、現在の妙見の森ケーブル、黒川駅までの延長線を1925年に、同じく吉川から亀岡までの延長線を1949年に、申請しているが、いずれも断念している。川西の瀬口駅、川西国鉄前駅、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。